はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。今回は Steam の1週間限定セールで高評価な作品をピックアップしました。1週間限定セールの期間は11月の22日午前3時まで。紹介する作品は全て日本語で遊べる作品となっております。来週の23日午前3時からはオータムセールが開催されるのでチェックしてみてください。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたなら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは早速見ていきましょう。まずはじめに BCG、 自分だけの兵器が作れるロマン仕様のゲーム。与えられたミッションをこなしていくシナリオモードと自由に兵器が作れるサンドボックスモードが存在。本作の魅力は作れる兵器の自由度が異常なほどに高く、アイデア次第で中世らしからぬとんでも兵器を作ることが可能です。弧を起点にブロックを配置して様々なパーツブロックを組み合わせることで移動、回転、伸縮などのアクションが追加され、地上兵器はもちろんプロペラや気球パーツを使って航空兵器を作ることができたりと可能性は無限大。自分の想像力次第で何でも作ることができます。全てのオブジェクトは物理演算で計算されているので、途中で倒れたり何もしていないのに壊れたり、時には奇想天外な挙動をしたり、重量やバランスなど様々な要因を考慮して試行錯誤する過程が楽しい作品です。ビシージは圧倒的に好評な日本語対応の作品です。スピリットフェアラー、死者の魂を死後の世界に運ぶための船で旅をするアドベンチャー。プレイヤーは魂の旅人スピリットフェアラーであるステラと相棒の猫ダホデリと共に、魂となった個人を船に乗せて住居を作り食事を提供し、思い残した願いを叶えて心置きなく新しい世界へと送り出していくといった物語。旅をしながら材料や設計図を集めることで船をカスタマイズでき、キッチンや菜園といった設備を増設し、死者の魂である乗客に快適な船旅を楽しんでいただき、仲良くなることで徐々に打ち解けていき、それぞれの乗客は悩みや後悔など何があったのかを話してくれるようになります。死といったテーマを題材に様々な魂を通して感動的な物語がいくつも語られ、心温まる体験ができるアドベンチャー。スピリットヘアラーは圧倒的に好評な日本語対応の作品です。サマロスト3、数々の独創的な作品を生み続けるアマニタデザインの人気シリーズです。魔法のフルートの謎を解き明かすため妖精たちが不思議な宇宙を舞台に9つの世界を冒険する謎解き探索アドベンチャー。独特かつ美麗なアートワーク、緻密なアニメーション、不思議な音楽や効果音、そして適度な難易度の謎解きが相まった世界に引き込まれていきます。前作のサマロスト2もセールの対象となっており、サモロストは無料でプレイすることができるので気になる方はチェックしてみてください。サモロスト3は非常に好評な日本語対応の作品です。クリークス、独特な絵本のようなアートワークが目を引く少しホラー要素のあるパズルゲーム。前述したサモロスト3と同じくアマニタデザインの作品で、独創的な世界観で描かれた物語が展開していきます。部屋で読書を楽しんでいた主人公だったが、突如電球がチカチカとちらつき地面が揺れ始めた。揺れは収まったものの、不気味なきしみ音が鳴り響き、振動の影響で剥がれてしまった部屋の壁紙の下にはあるはずのない穴が開いていました。懐中電灯を片手に穴の奥へ進んでいくと空洞にたどり着き、そこには不気味な館がそびえ立っていた。ゲームはシンプルなポイント&クリックのパズルアドベンチャー。一応ゲームオーバー要素もありますが、ストレスに感じることはなく、パズルの難易度も絶妙な仕上がりになっています。 BGM、グラフィック、アニメーション全てが一つに調和しており、プレイを始めてすぐにその世界観に引き込まれることは間違いなし。クリークスは非常に好評な日本語対応の作品です。ショットガンファーマーズ、農民たちが育てた野菜を武器に種を玉にして戦う一風変わった農業 FPS。 本作は銃弾のリロードはなく、弾がなくなれば新しい武器を拾っていかなくてはなりません。トウモロコシショットガン、スイカマシンガン、パイナップルグレネードなど可愛らしい武器がたくさん登場します。
ちょっとユニークなのが、持っている野菜武器を地面に向けて撃つと種を植えることができて、時間が経つと野菜が育って武器になるという仕組み。弾数は決して多くないので、敵を倒すために弾を使うのか、武器を生成するために使うのか、駆け引きが重要そう。ゲームモードも対戦の他に、鶏を追うチキンランや豚を奪い合うキャプチャーザピックなどで用意されています。ユニークで面白そうな作品ですが、レビューや同時接続数を見るとプレイ人口が少ないようなので、マッチアップに少し時間がかかりそうな感じはします。ショットガンファーマーズは非常に好評な日本語対応の作品です。パペチュラ。手作りの紙で作られたパズルアドベンチャー。独自の世界観を持つ本作は、ステージからキャラクターまで全て本物の紙から作られており、ゲームというよりは芸術作品。物語は花の牢に閉じ込められた主人公の人型の紙であるパペ。なんとかして牢から逃げ出した彼は、猫型の紙であるチュラと出会います。二人は破滅に向かう紙の世界を守るため、火の鳥の災厄に立ち向かうといったお話です。ゲームシステムはポイント&クリックなオーソドックスなアドベンチャー。パズルを解きながら彼らを死なせないように物語を進めていきます。トトロや風の谷のナウシカのジブリ作品にも影響を受けたという本作は、ストーリーに言葉はなくアニメーションと効果音で語られ、光と影の移り変わりや独自の雰囲気、さらにミステリアスでいて芸術的。物語を追うというよりは見て感じるアート作品となっています。パペチュラは非常に好評な日本語対応の作品です。アンダーマイン。やりごたえ十分な RPG 要素のあるローグライクアクションアドベンチャー。プレイヤーは雇われ農民となって、鉱山アンダーマインで頻発する地震の原因を探るため、ダンジョンの秘密を解き明かしていく物語。本作の特徴は、死ぬたびに他の農民として復活し、直前で死亡した農民の装備品や一部のお金を引き継ぎながら探索を繰り返すリプレイ制。レベルといったものはなく、稼いだお金で装備をアップグレードすることで攻撃力や体力が上がっていくゲームシステム。ダンジョン内では罠や落とし穴があったり危険がいっぱいです。一定の階層を進み、最下層にいるボスを倒せばダンジョンクリアとなり、他のダンジョンに挑戦できるようになります。またダンジョンを探索していると、様々なキャラクターが助けを求めているので、彼らを救出することで拠点のお店が増えたりもします。ダンジョンに潜って死んで試行錯誤しながらクリアをしていくゲームが好きな方にはおすすめの作品。アンダーマインは非常に好評な日本語対応の作品です。シャーロック・ホームズ、クライムズ&パニッシュメンツ。原作小説をベースに6つの事件が展開するオムニバス形式の推理アドベンチャー。犯罪現場を調査して手がかりを見つけて推理を行っていくのですが、ホームズは優れた推理力だけではなく、人物観察や科学的知識を使って関係者の服装や装飾品の品質、身体的特徴などの情報を細かく調べ、そこから人物像を完成させていきます。収集した手がかりはマインドマップのような推理ボードにまとめられ、集めた情報の断片をつなぎ合わせることで様々な仮説を導き出し、最終的には犯人を割り出していくといった内容です。また本作はマルチエンディングシステムとなっており、推理の進め方次第では異なる結末へたどり着きます。さらに犯人の処遇もプレイヤーが選択することができ、告発することも見逃してあげることでも結末は変化していくので、いろんな結末を楽しむことができます。同社のシャーロック・ホームズシリーズチャプター1やザ・デビルズ・ドーターなどもセールの対象となっております。シャーロック・ホームズ・クライム&ザ・パニッシュメンツは非常に好評な日本語対応の作品です。ゴーイング・メディウアル。中世を舞台にしたサバイバルシミュレーション。14世紀の終わり、蔓延する疫病により全人口の 95% が失われた世界を舞台にしたコロニーシムです。プレイヤーは開拓者となり、生き残った人々と共に住居を作り、食料を蓄え、平和な生活を送れるように導いていきます。村人たちはそれぞれに来歴、過去など個性を持っており、それにより行動や人間関係は変化していくシステム。また脅威は疫病だけではなく、生き残った人類の中にはならず者や蛮族、狂信者が存在するので、城塞を築き村人を守らなくてはなりません。襲撃してくる敵は徐々に強さを増し、工場兵器なども持ち出してくるので、強力な武器をどんどん生産して強固な要塞を築き上げていく必要があります。中世を舞台にしたサバイバルシミュレーション、
ゴーイングメディバルは非常に好評な日本語対応の作品です。ダウンインバルミューダ、一風変わったパズルアドベンチャー。嵐に巻き込まれた冒険家ミルトンは何十年もの間悪名高いバルミューダ島に取り残されてしまった。プレイヤーはミルトンの手助けをして島の奥地に潜むクリーチャーを倒し、この島の秘密を明らかにし帰る方法を見つけてあげることが目的です。島から脱出するにはパズルを解き、様々なギミックを乗り越え魔法のオーブを集めなければなりません。カジュアルな見た目の割に少し難易度は高めの作品。ダウンインバルミューダは非常に好評な日本語対応の作品です。チーフシミュレーター、本物の泥棒気分が味わえるシミュレーター。プレイヤーは泥棒となって、最初はちょっとした盗みからスキルレベルや泥棒道具を獲得しながら徐々にハイリスクハイリターンな盗みに挑戦していくゲームです。まずは下調べを行うことが重要。住民の生活パターンや行動、その家のセキュリティ設備などの情報を集め、侵入して金目のものを盗んでいきます。事前に計画を練っていても予想外の事態は起こるので、臨機応変に対応することが必要。盗んだアイテムはブラックマーケットに売りさばき、そのお金で新たなツールを購入していくといったゲームシステム。一応ストーリーもあり、何らかの罪で捕まってしまった主人公がロンバーディ一家によって支払われた保釈金で自由になることができたが、泥棒となって保釈金の借りを返すように要求されてしまうといった物語。チュートリアル的なストーリーをこなしていくことで、泥棒としての様々ないろはを教えてくれます。チーフシミュレーターは非常に好評な日本語対応の作品です。スカブマスノーフォール、北欧民族の伝承を描くアドベンチャー。美しいスカンジナビアを舞台に、先住民族であるサーミ人にまつわる伝承や信仰、文化などをテーマにしたアドベンチャーです。三人称視点で展開する本作の主人公はサーミ人の少年アイル。遠く離れたタール焼却炉の大爆発によって奇妙な病気が蔓延した村で牧夫として働いているアイルは、逃げ出したメスのトナカイを探すうちに魔法のドラム、ゴアブディスを見つけることになります。ゴアブディスにはサーミ人の長きにわたり失われていた知恵が秘められており、村に蔓延する奇病や汚染された大地、大きくなる騒動の謎が少しずつ明らかになっていきます。アイルは病に苦しむ村人と自然を救うため、4体のファミリアスピリットを探し出し、病原を突き止め汚染された大地を救うため旅に出るといった物語。スカムはスノーフォールは非常に好評な日本語対応の作品です。ヘビーレイン、2010年に PS3 で発売されたサイコサスペンスアドベンチャー。全世界で高い評価を得たデトロイトビカムヒューマンやビヨンドトゥーソウルズなどを手掛けたクアンティックドリームの作品です。舞台は2011年のアメリカ。このアメリカでは3年間にわたり連続誘拐殺人事件が発生していました。雨の季節に10歳前後の少年が誘拐され、4日後に歴史台となり発見される。死体の手には決まって折り紙と蘭の花を持たされていることから、この事件は折り紙殺人事件とも呼ばれています。本作はこの事件をめぐり複数の主人公の視点で展開。1人目は折り紙殺人鬼に息子を誘拐されてしまったイーサン・マーズ、2人目は折り紙殺人事件を調査する元警官の私立探偵スコット・シェルビー、3人目は息子を探すイーサンと偶然出会って事件に深く関わっていく新聞記者マディソン・ペイジ、4人目は事件解決のため FBI から派遣された心理プロファイリング捜査官ノーバン・ジェイデン。この4人の主人公の視点で折り紙殺人事件の核心に迫っていく過程を追体験していく作品です。ヘビーレインは非常に好評な日本語対応の作品です。子供の命を救おうとしてるんだぞ。ザ・ラスト・スタンド・アフター・マース、ゾンビアポカリプスなローグライクシューター。世界の人口のほとんどがゾンビアポカリプスによって一掃された世界。プレイヤーはいずれゾンビになって死ぬ運命にある感染者。感染者であるプレイヤーは残された時間を使って最後の希望の砦でジ・エンドで暮らす人々のために物資を見つけ、ゾンビウイルスの蔓延に隠された真実を探ることになります。ゲームは見下ろし点のツインスティックシューター。マップを探索し物資や武器などを集めながら車で次のエリアに進んでいきます。探索途中で感染またはゾンビに食い殺されると、ジ・エンドで新たな感染者となって再スタートとなります。
新たな生存者は直前で死亡した前任者のスキルポイント、お金を引き継ぎ、拠点で強化を行って探索を繰り返していきます。適度な難易度で繰り返し遊びたくなるリプレイ性十分なローグライクアクションシューター、ザ・ラスト・スタンド・アフター・マースは非常に好評な日本語対応の作品です。エテルナ・ノクティス、闇の王と光の女王の戦いを描いた 2D メトロイドバニア。最高神カオスによって生み出されたエテルナの世界を舞台に、エテルナの玉座をめぐる闇の王と光の女王2人の戦いを描いた物語。玉座をめぐる戦いは戦争、死、そして多くの憎しみを生み出し、これに激怒した最高神カオスは2人に決して死ぬことのない不死の呪いをかけ、死をもってしても運命から解放されることはなく、光と闇の終わることのない永遠なる苦悩が描かれます。プレイヤーは闇の王となり、自分の力を取り戻すために数々の試練やクエストが待ち受ける広大なエテルナの世界を巡る中で、激しい戦闘で経験を積んで巨大なスキルツリーを解放し、能力を向上させていきます。16の各ステージには様々な敵や20体以上の強力なボスが登場し、かなり歯応えのある作品になっています。エテルナ・ノクティスは非常に好評な日本語対応の作品です。はい、今回は Steam の1週間限定セールで高評価の作品をピックアップしました。1週間限定セールの期間は11月22日午前3時まで。紹介した作品は全て日本語で遊べる作品となっております。さて、先週のセールスランキングは、今週も Call of Duty Modern Warfare 2が Steam デックを抑えて1位をキープ。3位に初登場ソニックフロンティア、国産ゲームで圧倒的に好評はとても嬉しいですね。とは6位に12月1日リリース予定のウォーハンマー 40K ダークタイドが初登場。7位のソウルストーンサバイバーズも初登場です。バンサバライクなローグライクシューティング。8位のゴッドオブウォーはセールではなく PS でのリリースとなった続編ゴッドオブウォーラグナロクの影響かと思われます。 Steam でのリリースは未定となっております。9位のディープロックギャラクティックはセールとフリープレイ期間が影響したみたいですね。期間中は同節約4万6000人となったみたいです。今回は以上となります。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたなら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日も良い一日でありますように、次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。